新型コロナで発表の場を失った高校生たちのための演奏会が沼津市で開かれました。高校生夏フェスと題したこのイベントは、新型コロナで演奏会や大会が中止となったこの夏、高校生の発表の場を作ろうと沼津市教育委員会などが主催しました。吹奏楽部を中心に沼津市内10校の高校生たちが、観客のいない市民文化センターの大ホールでパフォーマンスを繰り広げました。ステージの様子は YouTube でライブ配信されました。すごく楽しかったです。合わせられるっていいなって改めて思いました。あのステージで、ステージに立った高校生たちは、コロナ禍でも心に残る精一杯のパフォーマンスを見せていました。